この汚染。この汚染は、秋田県の白市の東の白駅と青森県、南津軽郡田舎建村の川辺駅を結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。全線秋田支社の管轄である。各年度の平均通過人員、人、日は、以下の通り、運転系統は、 途中の深浦駅を境におおむね区分されるが、深浦駅をまたいで運転される列車が一部ある。2018年3月17日改正ダイヤでは、この線前線を直通して、東の城駅広前駅間で運転される列車張り2本のり1本あり、このうの上りは、同改正で新設された快速列車である。一部の臨時列車を除いて、深浦駅で列車番号が変更される。 東の城側では、東の城駅の城駅間の区間列車が多く、運転本数はこの区間の運転列車の3分の2を占める。これは、大宇本線から、野城市の中心部にある、野城駅を接続する役割があり、1、2時間あたり1本程度運転されている。また、東の城駅、岩立駅間の区間列車も設定されている。 岩立駅北金ヶ沢駅間については海沿いを走るため、吹雪、強風、高波による運休が年に何回かある。臨時快速列車を除けば、岩立駅安治ヶ沢駅間で4の7時間ほど運転されない時間帯がある。川辺川では、川辺駅でスイッチバックを行い、全列車が大宇本線に乗り入れ広崎駅まで直通する。深浦駅広崎駅間の列車のほか。 味ヶ沢駅、広前駅間の区間列車が半数を占めており、1から2時間に1本程度運転されている。なお、後日の快速、リゾート白上は新青森駅、青森駅まで直通するが、同様に、川辺駅でスイッチバックを行い、広前駅経由で運転する。川辺駅でのスイッチバックを行わず、広前駅を通らず、青森方面に直通する列車は設定されていない。 一部列車、東の白駅の白駅間の区間列車は全列車においてワンマン運転が行われている。日本海の海岸沿いを走るというロケーションを生かし、土曜休日を中心に観光列車が運転されている。1990年から50軽客車を使用したノスタルジックビュートレインが運転を開始したが、冬季運転の混乱などにより1997年に キハ40系駅同社による、快速、リゾート白紙に置き換えられた。運転区間は、秋田駅東の城駅、五能線広崎駅、青森駅間である。2003年と2006年にはそれぞれ編成が増備されて1日3往復の運転、当期は、最大に往復。通常は土曜、日曜日のみの1往復となり、五能線の顔となっている。青池編成。 熊ゲラ編成、ブナ編成の3編成があり、このうち青池編成とブナ編成には、ハイブリッド機動車 1BE300 系が、熊ゲラ編成にはキハ40系が使用されている。リゾート白神は、乗車券の他に指定席券が必要となる。大湯本線での停車駅は、川辺駅、広崎駅、青森駅で、東北新幹線全線開業後に新青森駅も、追加された。 東野城駅、岩立駅、深浦駅、味ヶ沢駅間は、海沿い、味ヶ沢駅、木造駅、五所川原駅間は、田園地帯、五所川原駅、板柳駅、川辺駅間は、林檎果樹園と、区間によって異なる沿線の風景が見られる路線でる。1970年代までは、道のくつるだ駅、板柳駅、藤崎駅では、林檎ご一室用貨車による貨物輸送が、 坂に行われており、これらの駅には積み込み用の引き込み線が設置されていた。この汚染から貨物列車が廃止された現在では、その線路用地のほとんどが、宅地などに転用されており、その繁栄を忍ぶことは難しい。1960年代から1980年代頃までは、岩立駅から、大宇本線への乗り入れ列車や大宇本線、碇ヶ関駅や大和二駅、 当時から五能線に乗り入れる列車があり、1960年代には、野代駅発東野城経由横手駅行き、福島駅発東野城経由の代駅行き列車、野代駅から東野城経由で、白新線新潟駅まで直通する列車も存在した。さらに、川辺駅を始発、終着駅とする、広崎駅まで乗り入れない列車や木造駅発、 沢目駅発着の列車もあった。また国鉄黒井線が広南鉄道に移管されるまでは、同線の黒井へ乗り入れる列車もあったほか、1980年代から2018年3月16日までは、五所川原発着の列車もあった。1980年代の一時期には、味ヶ沢発下り列車、現在の初発に相当及び当時の上り最終列車が、 大宇本線大館駅発着となっていた。深浦駅青森駅間には、快速、深浦が運転されていた、この線内は各駅に停車。運行終了時点で、下り青森駅は、深浦駅広崎駅間の普通列車に、味ヶ沢駅から連結、上り深浦駅は、単独運転が、2014年3月15日の、ダイヤ改正で廃止された。 この快速の前進にあたる1980年代前半頃まで運転された深浦などの急行列車や八戸線直通列車については広崎駅や青森駅間の快速列車遠隔を参照のこと。国鉄時代、下記の臨時列車として広崎駅深浦駅間に臨時普通列車、カッパ12個駅や北駅間には急行12個がそれぞれ運行されていた。 現在は、キハ40.48系、秋田車両センター所属と、HBE300 系の3形式で運行されているが、かつてハキハ58系も、主に快速、深浦、かつての急行、深浦を中心に運用されていた。また、1980年代まではキハ22型が、それ以前ではキハ11系100番台が運用されていた。 客車列車が運転されていた当時は、混合列車の運用が存在したことから、五能線管理所所属の60系客車には、当器の暖房対策として、床下に、ウェバスト式暖房装置が取り付けられていた。最後まで残った、おはゆに61107が薄い峠鉄道分が、村に保存されている。なお、普通列車用の車両は2020年度に、 新型電気式機動車 GVE400 系が導入される予定。キハ40系を置き換える。この汚染の歴史は1908年に開業した野城、現在の東野城野城町、現在の野城間に始まる。米城側の存在などの地理的事情により野城の市街地を外れる形となってしまった大汚染に接続する目の視線であり、後に 野代線と命名された。一方、青森県側においても、1918年、私鉄のむつ鉄道が、大宇本線に連絡する鉄道を、川部御河辺五所川原間に開業した。日本海沿岸をめぐって、野代と五所川原を結ぶ鉄道は、旧鉄道不設法による予定線に挙げられ、野代側は、野代線の延長として、五所川原側は、 道の区鉄道の延長の形で、五所川原線とて建設が進められ、1924年から順次延長されていった。昭和大恐慌の影響で、建設が一時スローダウンしたものの、1936年の道の区岩崎駅深浦駅間を最後に全通し、五能線と解消された。1927年には、道の区鉄道が買収、国有化されており、 旗た駅、現在の東の城駅深浦駅、川辺機間が国有鉄道によって運営されることとなった。便宜上、川辺駅側のすべての列車が直通する大宇本線、川辺期広崎駅間も合わせて記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。